が雪らしいね。なんかもう予言してたよ。電車のとこにもう明日大雪なんで、始発がなんとかこうとかみたいな。そんなことあるって感じじゃない？本当ですか？スベさんプレゼントありがちゅう。こんばんはです。モニタリング、まあモニタリングはいいのよ別に。モニタリングは別に TVer とかで後から見ればいいんですよ。こんばんは。今日はマジで最高でした。本当にサイレント最終回っていうこともありまして、朝起きた瞬間から川口春奈様テレビに出てた。目覚ましテレビしか見れてないんですけどね、その後もいっぱいお昼ぐらいまで出てたらしいけど、いろんなのに。それはもう出発してたから見れてないけど、うん、そうなのです。超嬉しいね。在宅ワークが来て雪やけん、すごすご。こんばんは。雪らしいですよ。クリコン行こうとしたのに、どういうこと？皿？足の皿って何？負傷しました。来れないってこと？明日朝早いので、ね、頑張ってください。バイビー。うん、授業、私も27までだと思われる。27までか28に広島に帰ってきてって感じか。今日行ってフェスやって、今年は終わり。今のとこ今日はお話し会、クリスマスコンサート、フェス、高速道路ぐらいです。
成人イベントいないよ。こんばんは。よくわかんないよね。二十歳になんないとやんないですね。多分。こんばんは。だって何も決めてないもん。回したら。そう。だから全然成人と考えてない。成人とか考えてないです。全くもって。こんばんは。にょんにょんにょん。喉が鳴った。この団体インスタライブ。そうなんよね。インスタライブやってるやんって思って開いたらすぐ気づかれちゃって、そう、普通にレッスンしてる時に見たからさ、そう、音なしで聞いてたんです。音なしで、そう、見たんやけど、そしたら意外とすぐバレてしまって、コメントとかで、あ、読んでる、今読んでる気がするっていうの分かってから、コメントだけして、そう、すぐ出たんですけど、そうだからね、バレちゃうからね。レッスン中、普通にレッスン中見てるから。バレないようにっていう感じで、こう立ち位置をメモってる風で、お、モノタインスタライブやってんじゃん。バレちゃうでしょ。危なかった。こんばんは。JR が止まったらアウト。そういうことね。新幹線、そこまで、そんなに雪降んの？マジ？そんなやばいほど降るんかな。嫌やね、ホワイトクリスマス。嫌けども移動できなくなったら嫌ですね。初訪問ありがとう。ルームフォローお願いします。ツイッターとインスタのフォローもお願いします。最近ね、何が原因か分からんけど二重幅が変わりました。私手が変わったんですよ。分からん、まあ、すごいね、自分しか分からんぐらいの差なんですけど、末広がり二重やったんやけどね、この最初が潰れてて、なのに平行二重になりました。いつの間にか。すごくない？今マジいい感じ。もうちょっとここが腫れてて、もうちょっとなんか眠そうな顔目だったんですけど、今は腫れが治っての二重は治らないままだけど、いい感じになりまして、
なんでかわからないけど二重幅が変わりました。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい素晴らしい。雪ありがとう。川口春奈様は末広がり、末広がり二重だよ。平行二重じゃない。ヨーネさんプレゼントありがとう。この東京タワー、東京タワーを見に行った写真保存した。かわいすぎる。東京タワーとフジテレビ本社がこのサイレント色になってるらしい。青っぽい白、青みがかった白。マシマシよっか点灯。サイレント色です。どうだ、よっこらしょ。どうですか。これぞサイレントカラーです。ちょっと青っぽい白、かわいい。こんな色ですね。おお、完全一致やんけ。完全一致やんけ、すげえ。そうなほどの。タラララン、タラララン、タララ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 ラ。タタタタタタタナナ。タラタラタタララ。まさきさん、プレゼントありがとうございます。ねえ、紅白の歌サブタイトルになってましたね。めっちゃ聞いた。今日行くときはね、聞きながら行きました。楽しみすぎて、楽しみだけど楽しみじゃないみたいな。わかりますか、この気持ち。楽しみだけど今日流れてしまったら終わってしまうっていうね。悲しい出来事。こんばんは。
ースですよ本当に。つらいってつらいってサイレントカラー書いとこテロップにガチですぎって思われるかな。サイレント合ってるこれ合ってんのか。スペルこんばんは。ファーストラブファーストラブ、うるさいほどにぬぬぬぬぬぬぬでしょ。たた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 一緒やん。うるさいとかやめてほしいね。悲しい辛いやん。うるさいほどにダララララララ。クマありがとうございます。その曲さ、ファーストラブ見たことないのにその曲聞いたことあると思ったらあれで流れてたんだ。あの花なんやったっけなんやったっけ、花壇の後のやつ。花壇は知らないんですけど、その後の後になやってたやつ、花晴れ、花晴れ。松方もありがとうございます。あれはなんか見たことあるんですけど、その曲だよって言われた。そうやんって感じ。それや花の千晴れ、そう、それそれは見てたんですけど、その曲だ。なりました。こんばんは。うるさいほうにすごい違うドラマというか違う作品で同じ曲を使うこととかあるんやね。深すぎて長くてどうやってかぶるのが正解か分かりませんけど、あったかいです。かぶり方の正解が分からないこれ。前髪とかいらん、やばいよね前髪なかったやばい。バーチャル背景感これ確かに
バグってる。一個なんかおかしいのがあるんだけど、あんま配信では伝わらんか。ここのここだけ紫なんだけど、一個だけ色が違う。なんで？なんで？そんなことある？色が違う。一粒だけ。当たり。花は誰のもの？テレビ番組主題歌になる。なんか何だったっけ？ユーネクストのランキングに入ってましたね。あれすごい。どこだ？川口春奈さんが撮ってる。かわいい。なんでオフショットが上がってる。かわいい。これだ。有線ミュージックアワードだった。間違えた。有線ミュージックアワード第10位に花は誰のもの、見えない、ランクインしております。すごいね、これ。ありがとうございます。すごすぎなんだがって感じ。優先アワード2022年年間、ありがとうございます。すごーい、すごーい。浜中さん、プレゼントありがとう。すごいね。来年もいっぱい歌えるといいなと思います。どうなるんでしょうね。ウォンツで花台流れてる率、そうなん？有線で出会ったことないかもしれない。こんな有線アワードとかノミネートされててなんですけど、たまたま入ったお店で流れてたっていうのは聞いたことないかもしれない。私は運がなかったんですかね。フォローしました、ありがとう。待っているから待っ
聞いてる。ここ3日間ぐらい。大型量販店ね。マジか。素晴らしいですね。ありがとうございます。フォローしました。ありがとう。ありがとうございます。そう、なんでなん？エディオン。エディオンホールでやってたからさ。練習を3日間行ったんですけど。この曲しか流れてない。エレベーター乗るときとか。フォローしました。浜中さんフォローありがとうございます。ありがとうございます。クリスマスコンサートまであと2日です。わーい。もうあさってはクリスマスですよ。早いですね。時の流れは早すぎる。コンサート楽しみですかね。皆様どうですか？何のクリスマス曲いっぱいある中でね、何の曲をやるのかとか。でユニットね、ユニットを注目してもらえたらいいんじゃないかなと思うので、お楽しみに。お楽しみに。コンサート後にドリミネーション行くの？いいやん、いいやん。明日学校頑張ったら。確かに。そうだね。明日一日。ファイト。ファイト一発。ピータン。頑張ってね。せかわいさ。どうでしょうか。スペシャルゲスト。やばすぎやろ。クリスマスまでには間に合うように、私の元へ帰ってきてね。これ印象的すぎん。FNS で歌ってたあれしか見たことないけん、これのイメージしかない。みきゃんちゃん、え、みきゃんちゃん久しぶりな気がする。嬉しい。やっほーい。
相変わらず可愛くて見間違えた。誰と誰と見間違えんねん。ニュースありそうやろ。イエイ。今日は顔薄いですよ、レッスンなのでね。朝早くからあるレッスンの時はそうメイクはしていかないので顔薄いです。顔薄い。お昼からの時とかはうちゅうモチベ上げのためにまあレッスンでもメイクしていくことありますけど、朝早い時はさすがにしていきまへんのでね。だからさ、前髪メイクちゃんとしてたらさ、前髪こう入れててもこの帽子って可愛いんだけど、メイクしない時にやったらなんかやばくない？絶対そのせいあると思う。顔が薄いからさ、なんかやばい、前髪も全部入れてたらなんかかわいそうな子みたい。いそちゃんかないけん。ないです、全く似てない。こんばんは。好きな顔ですよ。めちゃくちゃ好きな顔だけど似てはない、全然。パーティーしよう、パーティーしようじゃないですよ、サイレントカラーですよ。全然クリスマスが待ち遠しい子じゃないですからね、これは。本日最終回のドラマ、サイレントカラーです。サイレントの最終回を悲しむ過激ファンです。激怒、重度、何？重度のサイレントファンでございます。すごい、ペンライトありがとう、もももちゃん。サイレントカラーもしや。ありがとう。だって耳がめっちゃ前向いてるからさ、こういう時にこう言ったらさ、その耳が痛くならん。あるあるな気がする。こうなんかこう顔に沿ってない人、こっちめっちゃ耳前向いてる人あるあるだと思うんやけど、こうやって。こうやって帽子を押さえつけたらこうなるやん。してあれって何時間もやってたら痛くなる。ヘッドホンとかもここにこうやって、こっちにずっとこう押されてたら
超痛くなるんですよ。めっちゃこっち向いてこう顔に沿ってないからこうなったら痛くなる誰も共感してくれてないんだけど悲しい悲しい。そうならないようにヘッドホンってどういうこと？こうやってここをバン、ここにパンってヘッドホンつけたらこうなるんじゃないですか。それでビーツのヘッドホン持ってたんですけど、こう外した瞬間に痛すぎてもうやめた。やめようと思ってたらなくした。もうずっとエアポッツちゃんです。あるあるなんだけどな、まあ共感してくれる人いなかった。こんばんは。58分終了で行かせていただきます。58分終了で1分前にはテレビの前待機よろしくお願いいたします。15分拡大嬉しいけど早い。マジで15分とか一瞬すぎる。一瞬で終わるよね。もう1時間が秒で過ぎ去る。15分拡大しても秒やろうね。2時間、最終回2時間とかにしてほしかったそう、最終回2時間映画分ぐらい。15時間は長い長い。それはええわそんなにはええわ。まあ見れても4時間やな歌番組の生放送4時間スペシャルぐらいと同じぐらいだったらまあ見れるけど、15時間は長い。右上のハートを押してルームフォローお願いします。映画か映画化したら3回は見に行くかな終わり方によるんかな。今日の終わり方次第。まだ続きできそうな感じだったらワンチャンあるんやない。
愛ありがとうハート、うん、I love you ありがとうございます。AKB テスト問題で急にわかりません、わからない。星ありがとう。トゥルトゥルトゥル、ありがとうございます。右上のハートを押してルームフォローとツイッターとインスタのフォローもお願いします。お願いします。かわいい、ありがとう。そればっかり流れてる、それかサブタイトルもう分かりやすすぎる、私の頭の中ってサブタイトルか、ずっと会場で聞いてたそのなんだっけ、ハローアゲインみたいな名前の曲がずっと流れてる。こんばんは、こんばんにゃ。皆さんは鼻だれですよねもう有線とかに流れてなくても自分の頭の中でずっと鬼リピートされてますよね、鼻だれ。キャンテキャン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 テキャン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 、星この世界から光景が消えたら争うことなんかなくなるのに、ラララララ、あれ全然流れてますって人いないじゃんえ、なんだってかわいい、ありがとうございます。ダダダダダダ、クリスマスコンサート見つけてください。練り歩きというか、練り歩席の方までは行けないですけど、ありますのでね、カメコタイム用に、そうなのでアピールお願いします。カメコ席に行くよって人いるの？いたらちゃんと教えておいてくださいね写真を撮っていただかねばなりまへんので。カメコ落ちました、落ちたんかーい。カメコ行くよって人いんのかな。クマーブッシュドノエルありがとう。普通席っす、
いいのさ、目に焼き付けてください。レンズを通さなくとも。カメコの方に僕を撮ると予告されました。どういうこと、どういうことすぎるインスタよ。ワンワン、たかしさんハートありがとう。ハート、おやすみなさい。え、もう寝るんですか。私はここからが本番だと思ってます。本日 HBG ね、 HBG HBG、 こんばんは。サイレントロスで寝れんなら気がして昼寝した。ガチすぎるやろガチすぎやろ。寝れっくはなら別に、いや分からん、分からんけどね。でももう今日で最終回ですってだけでもう泣けてくる。悲しすぎて。涙袋育たんだやって。涙袋関係ない。涙袋はね、二重はね、なんか自然に変わりましたけど、涙袋はね頑張ってもね増えないんですよ。手で持っとかないと遥かちゃんだ、ありがとう。嬉しい、久しぶりだ配信は。嬉しい。始まる前から悲しい、最終回だ。ヒアルロンさん、高いんだよそういうのも。すべてできないよ。ここに注射って怖くね？ここへ、ここだったら、はいお願いしますってできますけど、ここに、いい、怖くね？だってここ。ここに注射怖すぎるやろ。冷静問題。プレ
ゼントありがとう。1年前の話してた。あ、いけた。そう、私ね、私との思い出はね、覚えてなかったんですよ。あの人、くうかちゃんの卒業の時に、スタジオ公演で、スタジオデビュー初めてしたんですけど、あの人まだ野蛮な求愛とかうざとか踊ってる頃、一回だけスタジオ公演デビューしたんやけど、その時って仲良かったっけって言ってきて、急に、私は結構昔の写真振り返る時あるけん覚えとうけど、その時たまたま服装レッスン着というか、その時着てた服が似とって、一緒に写真撮ったよって言ってくださる一緒に写真撮るぐらいもう仲良かったよって言ったのに、マジで覚えてなかった。ひどくない？ひどすぎんか。こうやって、これはあそこですね、エディオン、エディオンの鏡のところで、服が似てるねって、上白黒靴も白っていう感じで、今日の服一緒だねって感じで、めっちゃ仲良くね、仲良すぎねって感じなぐらい仲良かったのに、もうすっかりマジで忘れてた。そんなこと辛いよねお疲れ、ありがとうございます。ではランキング読みたいと思います。13位たかしさん、12位ピオーネさん、11位ビッグエブさん、10位めー、あ、間違えた、みー HK さん10位せいちろう、あれ変わった。13位ブクちゃん、12位ピオーネさん、11位みー HK さん、10位せいちろうさん、9位あやさん、8位ひろたんたん、7位ビッグエーブさん、6位キズナックさん、5位せいがくん、4位そうちゃん、3位もももさん、2位やすべさん、1位はドゥルルン、おっしゃんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今来た遅いですね私は遅いですね、10時までしかできないよ。というわけで、本日も皆さんお疲れ様でした。明日は雪らしいので気をつけてください。大雪、広島大雪らしい、ほんまかしらんけど大雪、大雪予報とか久しぶりすぎない？わからんけど、気をつけてくださいね。ではさようならこれにて終わりたいと思います。警報まで出てる、ガチ相当やばいやつやん、相当やばいやんそれ、気をつけてね。それではサイレントファンの皆様、楽しみましょう楽しみましょうね、かわいい、ありがとう、ニャンパッチさん。それではそろそろ早めに終わっておきます。また明日、ありがとうございました。おやすみなさーい。